ひ、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、それじゃあ、スタート。さあ、インターネットで軽泥、行こう。ん？あれよね、ショップでまだ何も買えんかったよね。次ぐらいか、買えるのは。ようこそいらっしゃいました。どれも貴重な品ですよ。850。ほら、1000からやけん、まだやね。オッケーオッケー。じゃ、とりあえず1000したら買える？フリーマッチ。人間側でいきます。アリサちゃんで、クラシックランタン、オッケー。開始します。黄昏のお化けロヌマ。ここは前にやったところかな。なんか一応さ、お化け顔をしたい人がすごい多いらしくって、人間はちょっと少なめなんかな。やけん、なかなかマッチせんときもあるらしいんやけど、今回すぐに集まった。やったね。憧れのお化けロ沼。前んところやね。あのウサギのキャラかわいい。あんなキャラもね、いつ解放されるんやろ。お化けから3分間逃げ切れ、オッケー。こっち側はいけなかった。で、あんまりね、ちょっと、他の人と同じところ、やめてください。来ないでください。あんまり他の人と同じところとか逃げていったらね、ちょっと逃げる邪魔になってしまう。なんか前にちっちゃいお化けが来た。うわ、捕まったよ。あ、3箇所ある。初めてじゃない？3箇所あるの、スイッチ。あと1箇所。お、ありがとう。イエイ。来い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 。待って、これまた追われてるんですけど、私。あ、ちょっと待って、待ってー。ふわー、なんてこったい。逃げて、ちびお化けたちが周りうろうろしてる。よいしょ。あ、来た。ヤシラ S さん、捕まってしまった。助けを待とう、一緒に。お、一つ目のスイッチが押された。おー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 おおお、ありがとう。速攻で捕まった。捕まってよ。待って、助けに行きたいんですけどね。あ、ごめんなさい。キャー。あ、待って、今あっち開けてるところだ。あ、今、あ、そっか、みんなこの画面になったのか今。死んだふりして。あれ、さっき開けおらんかった？どこも押されてない。
と一箇所だけども、あー捕まった捕まった難しいな。あ、なんかめっちゃ首とか離れたんだけど、3回も捕まってるよ、なんてこったい。1回も助けれんかった今回。あ、でも350もらえるんやね。なるほど。ちょ待って、一旦やめて、ショップへ。ちょっと待って、これお化けショップの方は、あ、これで名門が使えるんや。なるほどね。ちょ、とりあえず私は、これは1500。ハンドメイド。ハンドメイド？なんかクラシックよりもボルチくなってない？気のせい？ほら、これ鉄でできていて頑丈やろ？あ、でも範囲が広い。範囲が広いっていうのはどういうこと？そんなに明かりの範囲広くあっても困ることない。手作り感溢れるランタン。特別な加工で鬼火でも燃えない。鬼火とは？とりあえず買っていこう。え？変えたい今の。あ、買わないにしたのか。買います。買います。ありがとうございます。使いこなせるといいですね。多分こういうのも、どれが自分に向いとるとかありそうな感じするよね。ハンドメイドでいこう。よし、行きます。あ、マップが変わった。ただいまのマップ、真夜中のデルーゾ墓地。ん？今のところなんかさ、あれじゃない？ん？お化けは？あ、別にお化けが一番上に来るって決まってない。そういうことね。そういうことね。なんか今のところ、マップが2箇所しか見たことないけど、2箇所しかないんかな？もっとあるんかな？真夜中のデルーゾ墓地。もう沼がさ、結構、何あれ、今の、狼のランタンやった、かわいい。え、かわいい。いいな、いいな、憧れやか。なるほど。へぇー。ちょっと待って、みんな同じ方向行きよってもあるよね。これはやっぱり明かりの、ん？何あれ。なんかさ、骸骨から、びっくりした人か。なんか骸骨からさ、見てこれ。お化けみたいなんでとんやけど、かわいい。とか言いよる場合じゃないけど。お化けはどこにいるの今。で、今回お化けどれやったっけ？あ、そっか。しゃがんだ方が。やっぱ明かりの範囲がだいぶ広いで、こんな近くに隠れてて大丈夫？大丈夫？なんか一網打尽にされない？え、お化けおらんくね？あの人もずっとあそこにしゃがんどるっぽいね。隠れているのか。お！君は、でも近くではなかった。けど、ちょっと待って、まだ今見張りがおるときよね。ちびお化けがいたずらをしている。また範囲が狭まる感じですか。やめてよー。え、え、今の見つかってたの、ちびお化けに。ハテナになっとったけん大丈夫かと思ったけど、気づかれた？もしや。あ、今回はあれや。二箇所や。人間の逃げられるエリアが減少。あ、ここが潰されたと。捕まった捕まったフィニッシュ、早かったぞ、今回。お化け強い。やっぱりあれか。もうみんな捕まった。111。助け入れてねー。お化けやりたい人が多いってことは、
それだけみんなお化け極めてるんすか。あ、人間ランク C プラスになった。新しいランタンが買えるようになった。スタンプゲット。コソコソプレイヤー、コソコソプレイヤーキャラクター増えんのかな。これでショップで新しいのが増えたと。あ、これが増えたってこと。アイアンフレーム、鉄で作られたランタン。鎖がついている意味は特にない。ないんかい。ないんかい。こっちもなんかいろいろおるけど。あの、あ、これ狼みたいなやつ。ワルウルフヘッド。かわいい。スタン。スタンっていうのは？ちょ、いろいろとよくわからない。マイデータ。今回称号は特に増えてなかったと思うよね。増えたのはこれか。コソコソプレイヤー、しゃがむ時間が合計30秒以上。なるほど。こんな感じで。ダメだな、全然逃げ切れないんですけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。一回ぐらいは助けられるようにしたいな。ね、前はたまたま助けられたけれど、今回貢献ができていない。